じゃがーりご1万円企画、はい、カンタ再現チャレンジ。はい、簡単です、簡単です。いや、はい、あれ食べたいなって話してたじゃん。はい、普通に。で、なんか俺がもう一回作ったらマジ再放送になっちゃうから、はい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 、簡単が再現していこうぜっていうコーナーをやっていこうねって言ってて、まあ、ちょっと買い物に行っていって。簡単ですよ。え、簡単そうでした。編集してるから、まあ、編集してるからね。そうなんだよね。あの日を2回経験してるんですよ。てか、なんかそのカンタはポンコツだけど、その佐藤カンタは多分編集の時ちゃんと見てるからね。ちゃんと見てる。あそこでカンタはふざけてたけど、はい、編集の時はちゃんと見てる。そういうことです。はい、意外と覚えてる可能性があるってことですよね。そうです。え、本当よ、逆に申し訳ない。確かに。はい、簡単。じゃあやっていきましょう。簡単です、頑張ります。はい、ですね、まず、うん、じゃがーりごを、はい、5個作ってください。2個しか作れねえ。2個しか、まあ、2個ぐらいでいいですよ。2個ぐらいでいいですね。でですね、一応ね、トミーに、はい、場所を聞いて、はい、同じものが買えるようなね、うん、システムにはなってたんですけど、なかなか難しかったんで。何が？同じものを見つけることが。いや、なんなんそれ。同じスーパー行ったじゃん。いや、でもえ、これで合ってるよね。こんな感じだったの。あ、これあれだよね、うん、え、これもフォーじゃん。それ違うよ。え、これ違うよ。ほら、フリー素材で探そうと思ったやつに似てるやつだ。いや、知らん、知らん、なんだそれ。何その情報。あ、これはそうですよ。生クリーム、そう。これ置いてあったんだ。これそうですよ。うん。いや、これトリュフ塩。いや、トリュフじゃないじゃん。なかったから。あ、トリュフね、ある人ない日があるよね。なかったんですよ。ある人ない日があるね。聞きましたけどね。で、こちらはいい肉、うん、となかったから、チェダーチーズ。いや、絶対あったでしょ。何チーズか忘れただけじゃん。いや、編集の時に、うん、わざわざやったんですよ。うん、画像を入れ込んでるんですよ、うん、なのに忘れた。もうテストみたいな感じ。何が？動画乗ったらもう忘れちゃうのよ。忘れちゃうの。なんちゃらチーズ、うん、何チーズ、なんかラクレットチーズ。聞いたら分かるよね。あー、ラクレットチーズだな。チェダーチーズかなとか、うん、なんだっけな、もう一個迷ったんですよ、うん、カマンベールチーズかなとか思ったんですけど、うん、違いましたね。何チーズですか？いや、もう忘れてるじゃん。もう忘れてる。何チーズですか？ラクレットチーズ。ラクレットチーズです。はい。でもまあね、上手にやればできる。そうですね。何？まず、うん、何からやります？いや、何からやります？何からやります？何からやります？まあ、パンは、うん、最後なんで、うん、一旦あっち置いておきますと。はいはい。あ、わかった、キノコ切ってたわ。キノコ、キノコ切ったかもしれないですね。キノコ切ってたな。キノコ切った。怖いわ、お前が包丁持ってんの。はい、どいてどいて。救急車通るよ。救急車通るんだよ、お前が包丁持った後。被害者が出るから。うわっ、すごいな、こいつ。キノコ、正気か、お前。どういうこと？え、どうやって。俺、これ、この時、ジャガーリゴやってるからな。編集は見たでしょ。いや、編集のとこで使ってたシーンはあるんだけど、切ってるシーンを使おうって思ったから、うん、もう切れてるとこ使ってんのよ、うん、その前の段階の時、俺多分粉砕機のボケしてんだよね。そうだね。見てないです。いや、でも映像はあるの。いや、でもかぶっちゃってんじゃん。あ、お前がね。あそこなんか使ってくれて嬉しいみたいなさ、あったじゃん。それかぶってたっていう。そうだね。で、まあ切るシーンは使ってたけど、あ、でもこうじゃないですか。と全く同じことが起きてる。俺が今切ってる時、トミーが粉砕機してる。粉砕機してるよ。はい、こうですね。あ、いいじゃん、いいじゃん。あれ、なんかさ、うん、調味料みたいなの一切なくね。あ、調味料すごいらないか。肉、まあいいか。どういうこと？なんか味めちゃくちゃうまかったじゃん、肉の、うん、途中段階の、これでもう、これがもうジャガーリゴでいいやって言ったところ、うん、何あれ、なんであんな美味しくなったの。こんなに
そんなキノコってすごいか、逆に言ったら。え、ちょっと少なめでいいですよね。うん、イエーイ。何、ちょっとテンション上がってますね。あ、そうなんだ。いや、料理ね、あのね、楽しい。俺だってちっちゃい頃さ、うん、いつもお母さんが料理してるところを横にいたもん。あ、そうなんだ。嘘。嘘じゃん。え、これどんくらい入れんの、これ。170cc ですね。料理の時にこうやってやるやつあんじゃん、うん、あれどういう意味でやってんのか知らない、うん、ひっくり返すやつ、うん、だから焦げないようでしょ、片面だけ焼けちゃって焦げないように。で、均等、そんなに回転してないぞ俺がやり方。逆に天才だわ。同じ面が返ってきてる。同じ面で返ってきてるよ。単純に打ちつけてるだけだよ俺。それはお前しかやってない手法だわ。手法だわ。いや、なんでちょっと、あ、なんか閉まってたかも、ずっと。いや、こわ、いや、でもさっき見たと閉まってなかった。いや、俺にも閉めちゃったんだから。あー、ぶつかったんじゃない。ぶつかった。はいはいはい、ちょっと、一回ストップ。待て待て、どけ。混ぜていきますね。俺、将来もし子供ができたら自分の動画見せれないもん。なんで。どけ。言われてるわけだから俺。お前はね、うん、これをベーコンみたいにします。あ、肉何買ったのそれ。カマンベールチーズ。チーズだよそれ。え、肉、いい肉ですよ。何用の肉それ。普通に肉用の肉。肉用の肉ってなんだ。肉用の肉じゃないですか。脂身めっちゃ多いんじゃない。え、それなんの。でも美味しいと思うけど。え、違った。種類違そう。和牛ではありそうだけど。え、詐欺じゃん。詐欺じゃないだろ。多分あれなんじゃない。ん、なんかあんの。え、肉ってそんな違いあんの。じゃあ部位で。だからこんな冷たいの。冷たさは違うけど、あれなんじゃない、カレー用とかなんじゃない、うん、え、ほん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 。いや、多分ね、これね、ビーフシチューとか用ですよ、多分。まあ、でもこれも美味しいんじゃないですか。ちょっと脂身が多いから、心配。脂身ないから、大きめにしましょう。え、ここまでは覚えてんだよね。でもいいんじゃない、美味しそうよ。え、これがめちゃくちゃうまかったことは覚えてんだ。うんうんうん。この後ですよ。でもね、難しいことやってないからね、昨日ので言うと。でも、同じように作った方がいいんだもんね。まあ、そう、そうね、同じ、みたいな感じで。あ、卵、卵でも入れてるね。入れ卵でしょ。うん。なに。いや、不在だなって。いや、なんの。今日不在だなって。お前がもう、買わなかったでしょ。あれ、なんかチーズ、チーズなんだ。ここにチーズ入れていくんだっけ。うまそうだよ。ここの、え、でもなんかさ、うん、なんかさ、うまかったって。もっと食ってないじゃん、まだそれ。じゃ、なんかタレっぽい感じあったって。でもなんか調味料、その台所にあるのを使っていいみたいな空気だったよ。あ、そうか。え、こっちじゃんのか。違うな、絶対。あ、わかった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 。何ですか。ブラックペッパー。はいはいはい。うわ、これちょっと待ってください。え、絶対美味しい。え、俺も手伝うよ、じゃあそっち。俺一個できたから。あ、手伝ってくれるんなら。あ、いい、じゃあ指示されたことは僕はしたら。あ、そういうことね、うん、いや、これ一回食おう。いい、うまそう。一回食う時間ある。とりあえず一個、じゃがりこ作りました。はい、あ、めっちゃ美味しそう。あ、お肉はまだ後で使います。何かで。何使うの。
焼肉に使います。焼肉だ。はいはいはい、これですよ。こんな感じだったわ。食べてみましょう。ちょっと食べてみましょう。いただきます。うん、何かしら、いや、美味しいけど昨日とは違う。いや、もう味ないじゃん。え、何、なんで、なんで、ちょっと、なんかかけた、ブラックペッパーかけた。いや、ブラックペッパーはさ、味、塩かなかけたわけね。こっち塩かけたら多分全然ほんとうまっ。やっぱ塩だ。うん、そうだ、なくなっちゃうぜ。うまくね。いや、見て、もう肉2個しかないの、これ実は。で、今ちょっと食いたいよ。食いてぇよ。やべぇ。そういうもんか。で、ちょっと、まあそうね。ちょっとじゃあ、ポップカルチャーの話します。何ですか、ポップカルチャー。いや、なんかそのおじさんトーク。おじさんトーク長いからね。そう、いいからそんなやんなくて。何ですか、なんかポップカルチャーの話ありますか、最近。最近のポップカルチャーの話、うん、え、最近のポップカルチャーの話、あれ、最近腹立ったことあるな。何、チーズ、うん、ダッカルビ、うん、でさ、ダッカルビね。あ、そう、ダッカルビでした、ごめんなさい、ちょっと待って。いや、なんか、ごめんなさい、もうそっから、その話なんだけど、うん、結局なんか、いや違うな、老いの話に なってないの、大丈夫な、ね、チーズダッカルビに腹立ってて、うん、俺ダッカルビだと思ってたからなんだけど、うん、ダッカルビだと思ってたから腹立ってたから、いや、今訂正されて、訂正されて、もう、うん、俺が悪い話なんだよ。何、チーズダッカルビってなんだよって思ってて、うん、うめえくせに名前うぜえなと思って、うん、チーズ、ダ、うん、カルビ、うん、あ、俺ザなんだと思った。あ、まあそうね、チーズザカルビだね。あ、ザおかしいだろ、うん、絶対調べようと思って。文法おかしいもんね、だってね、名詞名詞でザでね、そうね、そうで、絶対調べようと思ったらチーズタッカルビって言ってた。いや、タン何って。うん、じゃあ何でもないみたいな、わかんない、うん、